北京冬奥会呢，单板滑雪男子坡面障碍技巧项目呢，中国选手苏翊鸣为中国收获首枚单板滑雪奖牌，打破了欧美选手的垄断。嗨，大家好，我是李淼。哎，大家都关心哦，17岁的苏翊鸣为什么能够创造这样的成绩呢？他有一位日本教练，被称为日本单板滑雪的教父。这期节目我们就采访到佐藤康弘教练。コーチの立場からどう思ったのかということをまずご心境を教えてください。非常に嬉しく思いました。当然それは本当にそうです。はい。ものすごく嬉しくてですね、やっぱり今4年ぐらい苏翊鸣選手指導させてもらってるんですけども、決してやっぱり十分な時間ではなかったと思うんですよ。多分その辺の空気を殴りまくってたんじゃないか、もうこんな盛り上がっちゃってました、こうやって。はい。ものすごく、はい、非常に興奮しました。なんか中国語でその時の気持ちを表すとどういう風になるんですか？はい、現入ビーです。先生、中国語もできるんですね。いや、できないですよ。全然できないです。佐藤教练说，看到苏翊鸣的表现，他非常的兴奋。他觉得在那么多世界顶尖的选手面前，承受了非常大的压力。苏翊鸣能取得这样的成绩，真的是多么的不容易。采访的时候，他忍不住感动落泪。彼がしかもその自国開催中国でものすごいプレッシャーの中、これちょっと泣きそうになりますね。ちょっと外していいですか？すみません。すみません。いやあ、でもそれは本当のね、コーチとしてのお気持ちの表れなので、そうですね。いやー、でもちょっと恥ずかしいですね、俺は。思い出すだけでやっぱ感動しますね。はい。一名日本的教练教中国的选手，这一定承受了非常大的压力。佐藤教练说，他自己也曾经有过纠结犹豫，但是呢，看到苏翊鸣和他周围的人那么信任他，他真心的希望北京奥运中国队能够取得好成绩。他觉得如果说自己为中日友好做了什么，那真的就是他最希望的事情。说到对中国的印象呢，他说他遇到的中国人都非常的友善，让他很感动。で、日本人のコーチとして中国人選手を指導することにあたって何か葛藤などありましたか？例えば本当に僕がこの中国代表で行くのかどうかっていうのもちょっとどうなんだろうっていうのは思ってたんですけども、でもやっぱりその彼のその僕を信頼してくれるその心と、彼を支える周りのそのお父さんお母さん、その情熱も感じまして、これはやっぱり僕はその睡眠選手っていうものをやっぱりその国を超えたところで指導させていただいて、この関係性っていうものをずっと継続させていきたいなと思いまして、このスポーツを通して日中友好の架け橋になっていただけたら、そんな素晴らしいことはないと。皆さんやっぱり優しいんですよ。僕中国語喋れないんですけど、みんなものすごく優しくしてくれますし、あといろいろお世話になってる方たちっていうのも本当に心から愛するべき人たちっていうのがたくさんいまして。佐藤教练说，他平时呢跟苏翊鸣的交流会说英文、日文、中文，然后他回忆起苏翊鸣把银牌给他戴上，告诉他说这块奖牌是他们两个人的，他真的非常的感动。17歳に思えないぐらい、やっぱりこう、年は関係ないですね、人間的に本当に素晴らしくてですね、その僕の首にそのまま銀メダルをかけてくれたんですよ。何回も僕の人生を変えてくれてありがとうっていうことを僕に伝えてくれまして、でその時に、ちょっと非常にやっぱ感動しまして、いやこれは僕たちのだよっていうふうにやっぱこう言ってくれるんですよね、そういうことを。その普段の生活の中からその人を思いやる気持ちっていうものがこう非常にありまして、人への気配り、配慮っていうものが非常にできる心優しい青年です。有报道说，裁判长承认说给冠军打分高了，有网友呢就为苏翊鸣感到不公。但是呢，佐藤教练说他们很感激拿了银牌，还特意打电话给裁判长，感谢大家的付出。ジャッジの皆さんに本当に今日はお疲れ様でした、ありがとうございましたっていう、僕ら2人はこれについては試合の一部だと思っていて、銀メダルでも十分満足して
あの当時その大会ファイナル、あの難しい中でこのスイミン選手が彼のベストランを決めれたっていうことを本当に誇りに思ってるっていうことを、あのそのジャッジに伝えまして。体育无国界、就是佐藤这样的教练呢超越国界的支持造就了滑板新星。接下来呢苏一鸣还将要备战单板滑雪大跳台，让我们一起祝福他有好成绩。感谢您收看《优视新闻》的节目，别忘了下载凤凰新闻客户端，搜索订阅零秒内容观察，再见。